ギャルと恐竜は、森森子原作、富村小田作画による日本の漫画作品。講談社の漫画投稿サイト、デイズネオにて2018年4月20日に投稿された、あと、同社の、週刊ヤングマガジンにて、同年10月15日発売の46号より、連載開始。ギャルの帰れと、彼女が酔った勢いで部屋に入れてしまった恐竜との、同居生活が描かれる。 本作の原作担当者である森は、LINE スタンプ、もっと私に構ってよ、の販売で、作画担当の富村は、ツイッター上で実、実録、父さん伝説という漫画の掲載で、それぞれ知られていた。一方で、森は SNS に投稿した漫画が反響を呼んで、書籍化されることを光栄に感じていたが、富村とは編集者と一緒に漫画を作りたいという、見解で一致していた。 ある日、漫画投稿サイトデイズネオのベータ版の解説を知った二人は、すぐさま、マグ、という筆名で、イルカは、今も、あの星でという漫画を投稿するが、反響の薄さに不安を覚える。一方、ヤングマガジンの編集者である鈴木は、同作の色味やセンスを評価していたものの、気になっても声をかけにくかったとコミックデイズの、公式ブログの対談の中で明らかにしており、 反響が薄かった他の原因として、サイトへの作品の投稿量が多くて渦もれてしまったことを挙げている。その後、2018年4月20日に、森と富村は本作、ギャルと恐竜を投稿する。鈴木の心には本作への印象が強く残り、担当編集者に名乗りを挙げる。また、富村は鈴木のプロフィールに、藤子、F、 藤二の作品を読んでいたとあったことに興味を覚え、鈴木を担当編集者に指名する。投稿から1週間後の4月27日、鈴木は森と富村に出会い、二人が SNS 上での有名人だったことを知る。デイズネオ投稿時における恐竜には、セリフが存在していたものの、鈴木の提案により、コミックデイズ連載版での恐竜は無口な主人公へと変更された。 作画担当の富村はもともと、藤子、F、藤尾のファンで、本作における人間と人外が共同生活するという設定は藤子からの影響で、あるとコミックデーズの公式ブログの対談の中で述べている。恋の子はテレビアニメ版の声優、縁の子は実写版の演者を示す。2020年4月から12月まで、東京 MX 他で放送された。 アニメパートと実写パートで構成される。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、第8話以降の放送及び配信延期が発表され、同年10月より放送再開した。放送再開に伴い、第7話までを制作スタッフ陣、アニメパート出演声優陣によるオーディオコメンタリー版として放送した後、第8話以降を追加した完全版として放送することが決定した。 ありがとうございます。